ゃあ明日あのねキスをね、はい、浜田に積みに来たんですよこの辺にね。で最近キスの調子ってどうですか。そうですね、だいたい浜田から豪津方面のサーフにかけて、はい、まあ10センチから15センチ前後になるんですけど、はい、まあ数は結構釣れてるような、いい状況ではありますね、はい、やっぱ朝方がいいんですか。そうですね、朝方のまあだいたい夜明けの4時、まあ日が出るぐらいですね、はい、からだいたい8時ぐらいまでに釣果が集中するような、はい、そうですね、はい。なんか具体的になんかここがいいよみたいなところあります。ポイントですかね、はい、ポイントに関しては、まあ宇谷川、豪津市の宇谷川、はいはい、河口ですね、はい、宇谷川の河口、あと豪ノ川の河口とか、はいはい、まあ、川が差しているようなやっぱ 川がある、はい、ところは、まあ、結構数も出てますね、はい、あやっぱり、はい、明日の朝、はい、あのちょい投げやりたいんですよ、キスをね、はい、で大体針のサイズ感ってどれぐらいがいいんですか。はい、釣れるキスがだいたい10センチから15センチぐらいになりますんで、だいたいこれ6号ぐらいですね、使ってもらったら、はい、いいと思いますね。ありました。やりました釣れました。うちの女神たちが2つダブルで同時で天ぷら一丁4匹釣れました。ドキドキの日常はここにある、カメヤ釣り具。はい、おはようございます。カメヤ釣り具焼き店の岡本です。今日はね、豪津市の、宇谷川河口にキス釣りに来てます。でね、今日はあの初心者の女性2人にちょっとキス釣りをレクチャーしたいと思います。はい、ではどうぞ。おはようございます。おはようございます、田中です。キス釣りは初めてなので、今日は頑張って釣りたいと思います。縁が内です。私もキス釣り初めてなので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よし、今日はキスをいっぱい釣るぞ。まずはね、あのちょい投げっていうね、ちょっと投げてあのキスを釣る、まあ、最近流行れてるんですけど、このエギングロッドでやるのが最近ちょうど流行りです。であんまり重たい重りはかからないんですけど、まあ15ぐらい前後をちょんと投げてもらうには非常にベストです。張りもあるんで当たりもよくわかるから、とっても使いやすいですね。これをねまずつなぐ、もうこれちょこっと刺すだけ。だいたいね、竿ってね、こうガイドラインって言うんですけど、ここね矢印みたいなのがあるでしょ。これをね合わせたらちょうどガイドがまっすぐになるようになりますから、これをまっすぐしていただいて、でまずはリールのここのストッパーからラインを取る、でレールを起こす、そして糸を出します。で糸出したのをこのガイド、これ穴なんですけどね、これに通していただいて、一個一個丁寧に、よいしょ、オッケーで通したら、これベールをまた戻します。で必ず P ラインがこのラインローラー、ここにね来るようにしていただいて、で、ね、使うのはねこの天秤なんですよ。これ重りとこの針金みたいなのついてるんですね。これを使って仕掛けを遠くへ飛ばして針がかりさせるの役目です。ちょっと開けます。今日はね、まあ、とりあえず15、どっちがいい、黄色と赤黄色で、はい、これをねピュッとこう折っていただく、ヨヨンって90度、90度に折っていただいて、サルカンをこっちの、こっち側が仕掛け、こっち側が道糸側、サルカンにね通す。
今日は投げ釣り用のサルカン持ってきたんで、これカチャッと砂通すだけです。サルカンを結んでいただいて、だいたいね、仕掛けってここね、番号書いてあるんですよ。1、2、3番で出す順番がね、だいたい書いてある。だからこれって、まあ、一番左側がまあ1番なんで、ここの猿缶ですね、これから引っ張ったらだいたい出ますから、ここの1番の猿缶を引っ張ると。で、仕掛けを出したらね、一回こう癖ついてるから、よくピョンってこう伸ばした方がいいですね。天秤の端っこにスナップを通す。もうこれだけです。完成です。めっちゃ簡単。五回がね、こうだいたいね、ここ頭のちょっと下からこう通すんですよ。ギュッと。よいしょ。んで、まっすぐつける。で、ちょっと切る。もう垂らしはほとんどなし。もう5ミリとか、こんな感じです。で、もう一個もこうやってつける。一緒通すだけです。まっすぐつけて針先を出す。これ結構ぐるっと回して通す人いますけど、ああするとあのキスがね、こう食った時に餌がでかいから食いにくいんですよ。だからこう、キスって基本的にあのバキュームして吸うんで、プッて針が出た方がかかりがいいんですよ。こんな感じです。重りを垂らしって言うんだけど、あの穂先からこの重りの位置までがだいたいこれぐらい、1メーターちょっとぐらい、1メーター20ぐらいかなぐらいのとこまで持ってきて、一般的なのスリークォーターって言うんだけど、こう後ろに構えてこうポンと前に離す。ちょっと投げてみるよ。でね、こうちょっとこれでいいから、よいしょ、あれで OK。 ここ浅いんですぐそこに着きますから、そこ着いたらゆっくり引っ張る。こうやってゆっくりゆっくりこうやって、ああ、いやいや、まあ当たった。うわ、分かる分かる。で、巻くときね、あんまり早く巻く、ゆっくり巻いた方がいい。キス結構バレるんで、はい、特にそのね、波打ち側でバレるんで、そこで歯口でバレるんで、はい、よいしょ、ほい、ほら、来た、やり、ふい、すごい、天ぷら一丁。大きい。これ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 、うまいやつよ。2匹釣れた。竿立てた方がよく分かるよ。竿立てた方が、ゆっくりそこをこう起伏を感じながら這う感じ。え、来た、かかってる。あ、かかってるね。かかってる、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 かかってるね。上げてみる。上げてみる。上げてみたい。もういいよ、回収してもいいよ。あの、巻いてもらって魚上げて。途中来てる、来てる。ちょっと上げてみて。ダブルヒットみたいな感じでいいんじゃない？オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。オッケー。オッケー。釣れました。やりました。やったー。ダブル。おー、やりました。釣れました。うちの女神たちが2つダブルで同時で釣ってくれました。いいね、おいしいやつやん。天ぷらしたらうまいよ。おいしそう。やったね。当たり分かったろ、ガガガンってきたの。はい、分かりました。すごい明確だから分かる。はい、要はね、キスってね、針飲むんですよ。ほんでね、その時に飲んだ時はこのエラにね、手を入れるんですよ。でね、こうやって口をガッと開けたら、引っ張ったらこう大概取れるの。これ出てきたろ、針が。で、ここで後でひねってもらったら取れます。はい、
で結構これがまあまあまあこういうふうにさ、ここに口元にかかってる時はまあ全然いいんだけど、奥になると飲んでる時は必ずここにグッと入れてガーッと引っ張ったら大概取れます。はい、よいしょ、手返しよく、よし、オッケー。あ、本当だ。お、うまい、グッと。キス自体はたくさんいるからね、ここは。行けた、うん、いいよ、そうそうそう、回す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 、そうそうそう、いい感じいい感じいい感じ、こう出して5ミリくらい上まで上げた方がいい、上まで上げた方がいい、うん、上まで上げた方がいい。あ、どうぞどうぞ、よいしょ、はい、釣れました、やったあ、うわ、釣れました。1匹でしたしでも釣れました、やった、あ、ごめんなさい釣れまし た、よしよし、調子いいやん、わお、ちっちゃこれっすよ、かわいいっすね、綺麗なパールピンクです。小本さん、はい、そう、スナムシつけるの苦手なんですけど、うん、何かいいものありませんか。あ、じゃあこれ使ってみる。何ですかそれは。そうそう、これポケベイトって言うんだけど、あの人工餌なの。うん。やっぱこっちはオキアミで、まあ、オキアミベースなんですけど、すごい釣れるらしいからやってみようか。うん、やってみます。まあ簡単、本当なんか。おー、もうただのスティック状のちょっと柔らかいね、うん、これをまっすぐ刺します、ちょっと上げます、で切ります、でまっすぐ刺す、こんな感じ、うん、餌刺すとき抵抗しないんで刺しやすい、しかも釣れるっていうからさ、ちょっと試してみましょう、はい、こんな感じかな、よいしょ、はい、こんな感じ、グッやった、超過稼ぎに貢献しました。これね、2本ね、これ分かります、2つ針ちょっと食ってるんですよね、まあ活性が高い証拠でもあるんですけど、あの、その錆びくスピードがね、これ遅い時によくかかる現象なんで、もうちょっと早く引っ張ってあげた方がこういう風にならないんで、レンガけで、これまあ今3本針なんですけど、もしかしたら3つ釣れたかもしれないです。ダブルで釣れました、やった
ダブルで釣れました。嬉しい。ちょっとね、だんだん日が上がってきて、ちょい投げでね、均等でちょっと釣れにくくなってきたんですよ。で、ちょっとタックルをちょっと本格的な投げ釣りのタックルに変えて、ちょっとさっきよりはちょい投げを少し遠くへ飛ばして、いる肩のいいケツが出ればなと思ってちょっとタックル変えました。ちょっと今から挑戦しましょう。はい、はい、だいたい投げ竿の、4メーターぐらいの投げ竿でだいたい重り負荷がだいたい25号から30号ぐらいです。で、キス専用の大型のスピニングリールですね。それに、重りがだいたい23号から25号ぐらいです。で、L 型もしくはちょっとこう誘導式の湘南天秤っていうんですけど、半誘導のタイプをつけて、針がだいたい3本針から、僕はちょっと今6本つけてますけど、6本針ぐらいでちょっと挑戦してみたいと思います。はい、これぐらいにして、でこうしてスタンスやって、こう、あ、ちょっと斜めいったけど、軽く振るだけであれぐらい飛ぶけ。はい。よくやるのはこう脇に挟んでこうやってやるやつね。これサオサビキっていうんですけど、引いたらこう竿でこうやって引いてきます。で、海底の起伏を感じながら引いてもらって、こっちの90度まで来たらまたこうラインをこう戻す感じで、またこうひさびく。まあ大きいキスを狙う時なんかはとっさにゴコンってきた時に竿先をこうパッと送り込みやすいんで、竿さびきは肩のいいサイズを狙うときはすごい有効です。ただこうやって巻くときに一瞬緩むんで、その緩んだときにキスが食ったら針がかりしないこともありますから、まあデメリットも一応ありますね。あとは最近主流なのがリールさびきっていうんですけど、竿をこう股に挟むか、もしくはこう竿を立ててもらって、こういう感じで、ほんでこうゆっくりこうやってさびいたりする人もいますね。リール竿を立てた状態でリールのこの巻きスピードだけでさびくやり方で、当たりがあってももうマイペースでペースを崩さずにずっと巻き続ける。天秤のテコで勝手に針がかりしますから、基本的にキス釣りって合わせは必要ない釣りなんで、ゆっくりゆっくりこう巻いてもらったらそれでいいです。何があってももうペースを崩さないっていう、相手に主導権を与えないっていう感じの、釣り方です。あたりは分かった。分かんなかった。はい。今日ね、この宇谷川の河口
GO2 の親川の河口に来たのは、まあ、夏場ちゃんと理由があって、まずはあそこ川があるんですね。ちょっと図書きますねここにねちょうど親川っていう川があります。で今僕らここら辺いるんですよね。こう釣ってるんですよ。んで川があることで、まあ水が真水が入るんでまず涼しい。でやっぱり水温が高いんでキスも量を求めて真水があるところに寄ってきます。で溶存酸素っていうんですけど、この酸素がねあるんですよ。そこにやっぱり集まりやすいです、この酸素がたくさんあるところで。川絡みのポイントはだいたいいいことが多いですね、夏場は特に。で例えば、まあ、川がなくても集落とかあれば必ず排水が入ってるんで、まあ、チョロ川だったりちっちゃい川があってもよくあるんですけど、ここでこう川がね寸断されてるんですよ。だけどこの先にどっか流れ込みの出口がよくあったりするんで、海岸見てよくそれはチェックした方がいいです。でこうここは消えてるんですけど、こっから急に川が出てきてピヨーンとこう流れ込んでるんで、こういうとこ絶対ポイントなんですね、こういうところは。いで今日ここの海岸線で、まあここもいいんですけど、まあまずその親川の河口のちょうどほとりっていうことで、まあ僕は今ここへ陣取ってます。で向こう側によく海岸線をよくこう横に見るとこういう感じで、ちょっとあそこ分かりますかね、ちょっとこうで岬状に出てるところ、こう出てるとこういう感じで出てるところ、あそこ今黒いお兄さん立ってますよね。あの人もキス吸ってるんでしょうけど、でここもこういうちょっと出た出っ張りのところってだいたいここにこう深みができるんですよ。で、まあ、離岸流ってよく言うんですけど、ここにこう流れが発生したりして深みがある。でそういうところにキスはよくこう回遊してますから、ああいうところもポイントです。でおおむね海岸線の駆け上がりっていうんですけど、まあこうこんな感じかな、まあ、こう波海があって自分がここに立ってます。このこう斜面がねあるんですよ。これが駆け上がりっつって、こう海底の斜面によく沿ってキスはついてますから、それを見つけてもらう。じゃあどうやって発見するかって話ですけど、重りを投げます、ゆっくり引きます。その時にちょっと重りが斜面なんで当然重たく感じるんですよ。で重たく感じるところは駆け上がりですから、そこキスいる確率すごく高いんで、よりゆっくり丁寧に引いてやった方がいいです。さーっと引くんじゃなくて、結構ですね、朝一、特に朝一なんですけど、キスって岸際にすごく寄りやすいんですよ。で、まあ、これちょうど歯口って言うんですけど、波の口って書いて歯口、この歯口にねよく朝一よくいますから、この足元まできっちり探ってやること、それがすごく大事です。朝でだんだん日が昇って今ぐらいの時間になると、まあ、キスもだんだん沖へ出ていくんで、こっちの沖の駆け上がりを攻めてあげた方が、まあ、釣れる確率が高いことが多いと思うんですね。まあ、ここにもいないことはないんですけど、群れがどうしてもこれ沖へ出ていく傾向なんですよ。するとどうしても遠投が有利になってくるんで、まあ、遠投タックルで後半を探ると、まあ、さらに数が伸びるかなっていう。
匹釣れました。嬉しい。すごいやん。すごいすごい。2頭で7匹。2頭で7匹ですね。ちょっと明日からキスプロって呼ばせてもらうわ。キスプロって。嬉しいです。しかも綺麗に引っかかってるやん。はい、上手上手。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のキス釣りはいかがでしたか？ちょい投げ。ちょい投げ、ライトタックルは軽くて初心者だったんですけど、十分楽しむことができました。釣るのも楽しかったんですけど、今から帰って南蛮漬けと天ぷらにして食べるのが楽しみです。楽しいですよね。釣って楽しい、食べて美味しいキスですよ。初心者でも簡単に釣れます。ぜひこの夏挑戦してみてください。はい、おすすめです。じゃあ今度またキス釣り行きましょうね。はい、はい、また行きましょう。はい、バイバイ。バイバイ。こんにちは、亀屋釣具浜田店副店長の佐々木です。現在島根県西部エリアの各サーフにて投げ釣りでキスが好調となっております。浜田市の日梨海岸や折井海岸、江津市の宇谷川海岸、浅利海岸などでは連日キスの釣果が上がっております。特に早朝や夕方といったまずめ時には遠投の必要がなく、初心者の方やお子様でも簡単にキスを釣ることが可能です。当店では初心者の方やお子様でも扱いやすいショートタイプの投げ仕掛けや、すぐに使えるリールと竿のセットを豊富に揃えております。1年の中でも最もキスの数釣りがしやすい時期となりますので、ぜひ釣果されてみてはいかがでしょうか。当店の営業時間は早朝2時から夜の8時までとなります。初心者の方からベテランの方まで幅広いお客様をサポートしてまいります。皆様のご利用ご来店心からお待ちしております。ドキドキの日常はここにある。亀屋釣具